マチャラは、エクアドル南西部の都市、グアヤ・キルワンに面する肥沃な低地に築かれたエル・オロシューの州都である。2008年の推計では42万6901人が暮らしており、国内第4の人口を有する。バナナのメッカと称される。街の中心部には、大きなカトリック教会がそびえ、中央広場が広がる。広場は2000年代初頭に造成されたもので。 大きな噴水を有する。ホテルも多数ある。中央広場から1マイルほど行ったラスブリアス地区は10代の若者に人気がある。大学はマチャラ技術大学とサンアントニオでマチャラ工科大学の2校がある。多くの私立校があるが、公立高校は1校しかない。小規模な空港があり、かつてはたメ航空がグアやキルビンやキトビンを飛ばしていたが、 近年民間便は就航していない。ペ片の気候区分ではステップ気候であり、気温と比較して降水量は少なく乾燥している。雨は夏に当たる1月から4月に集中して降る。5月から12月は雨が少なく気温も若干下がる。郊外で生産されるバナナ、コーヒー豆、ココア豆などの農産物がマッチャラで取引される。 とりわけバナナの輸出は地元経済にとって大きな柱となっており、プエルト、ボリバル地区から主に北、アメリカに輸出される。ペルーとグアヤキルの間に位置する交通の要衝でもあり、多くの旅行者が通る。太平洋に面しておりビーチもあるが、観光地としてはあまり知られていない。2007年には近郊に映画館を併設した初のショッピングモールがオープンした。 ありがとうございます。